幌駅前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。この札幌駅前藤本の格論というチャンネルは、札幌駅前作文教室代表で文章アドバイザーの私藤本健一が、普段考えていることや感じていること、社会人のための文章力アップのポイントや、文章の書き方、情報発信の仕方などについてざっくばらんにお伝えしていこうと、そういったチャンネルでございます。ぜひですね、身構えず気軽に聞き流していただければというふうに思います。さあ、今日のテーマはこちらです。添削によって文章は上達すると、そういったテーマをお届けしてまいります。私今ですね、例えばこういうふうに文章の書き方であるとか、あるいは普通常のですね、企業研修でお話しなさ差し上げている内容の抜粋みたいなものもこうやって動画でお伝えしてるんですよね。そうするとたまにこういう声聞くんですよね。藤本さんが講座でやってることをこうやって動画で公開しちゃったら、もう仕事なくなるんじゃないですか、みたいに言っていただく人がいるんです。まあこれですね、ちょっときつい言葉ですよね。まあ確かにそういう側面もあるんですよね。でもですね、私は別に構わないかなっていうふうに思っています。まあなんでかというと、これなんですよね。はい。実は文章力を高めるとか、ビジネス基礎力を高める、履歴書の書き方を学ぶ、敬語の書き方を学ぶ、まあそういうのを講座で伝えることは当然できるんですよね。お伝えすることはできるわけなんですけれども、実はですね、根本的に文章力を高めたり、ビジネススキルを高めるには結局、これが必要なんだなっていうふうに思っているわけですね。まあこれ何かというと、添削というものです。添削って何かお分かりでしょうか？これ何かというと、文章を追加したり削ったりして、要はより良くしていくと。そういったところを添削というわけですね。で、日本ではですね、結構添削の文化って昔からあるんですよね。例えば、書いてきた文章を師匠が直して赤ペンで赤入れをするという言い方をしますが、それで直すとか。あるいはですね、雑誌社に入ったり、新聞記者になったりすると、デスクと言われる人がいるわけですよね。で、原稿を出したらその人が真っ赤になるまで添削をして返すと。そういったところがあるわけです。まあこれある意味今だとパワハラとかいじめとか言われたりするわけなんですけど、そうじゃなくて文書で実は添削を受けることによって上達するわけですよね。で、今実は働き方改革であるとか、あるいはですね、即戦力を取るみたいな流れがある中で、こういう添削的なところが企業だとあんまりやらなくなってきてるところもありますよね。まあ報告書とか書き直すったって、あんま細かくは教えてくれないはずなんですよね。あ、これダメだからもう一回みたいな、そういった形になったりすると。でもどう直していいかわからない。それが困る人もいるわけですよね。で、昔の職場だったら、昔の職場にいるだけで添削っていうのをしてもらえたりするわけですよね。また、他にもですね、学校教員の先生が、例えば作文を添削するっていうのも昔からそういうのがたくさんあったわけです。私がすごく好きな人で、大村浜さんっていう人がいるんですよね。大村浜さん、この人すごいんですよ。ずーっと高校教員としてやり続けた人なんですけれども、この人の授業ってすごいのは、例えば生徒30人、40人いますよね。一人一人教材違うんですよね。これがすごいなって思うんですよ。例えばですね、作文の授業とか、まあ書き方の授業なんですけれども、例えば昆虫が好きな男の子がいた場合であれば、新聞記事で昆虫に関する記事が出たら、それ切り取って、それが教材になるんですね。で、これで意見をまとめてごらんとか。あるいはですね、例えば消防車とかに例えば興味がある男の子があったら、消防に関する記事とかを切り取って渡すと。一人一人興味関心に合わせてですね、一人一人違うものをやってると。これすごいっすよね。まあ、ここまでできたらいいなと思うんですけれども、私の憧れの人ですよね。これを公立の学校の先生がやってたから、ほんとすごいなって、大村浜すげえなって私も思うんですけれども、まあ、要はですね、一人一人違うものを渡して、なおかつ書いてくる言葉があるわけですよね。作文を書いてきたり、小論文を書いてきたりすると、それを全部添削をしてやっぱ返してるわけですよね。これがやっぱり大村浜さんのすごいとこだなっていうふうに思います。まあ、これ何かというと、文章で結局はですね、全体指導の中では絶対高まらないよということなんですよね。例えば市販の本見ますと、例えばですね、ノー2回以上使っちゃダメよとか、あるいはですね、点を打つときは点と丸はこう打ちましょう、私の動画ですねこれ、はい、みたいなことを書いてる本があるんですけど、それ読むだけで実は文章力ってそんな上がらないですよね。なんでかというと、結局は添削を受けなきゃいけないということです。で、これはですね、小論文とか作文、あるいは履歴書、エントリーシート、大学院に入るときの研究計画書、志望理由書、全部同じです。添削を受けるかどうかで変わってきます。報告書、企画書もそうですね。プレゼンテーション資料もそうです。添削を受けるかどうかで全然変わってくるんですよね。なんでかというと、例えば文章を書くときの原則っていうものはいくらでもお伝えすることはできるわけですよね。これ、それこそ動画でもいいわけです。でも、今日書いた私のこの文章ってどう書いたらもっと良くなるのっていうのは、これはその場その場の判断なんですよね。で、こればっかりは人間しかできないんです。で、実は正直な話を言うとですね、AI が発展すると、添削もある程度までは AI でできるようになると言われているわけですね。まあ、例えば何かというと、ドが2つ以上繋がったり、例えばこういう文章を書いたとしますね。大丸の2階の服屋の T シャツが欲しいと。大丸の2階の服屋の T シャツが欲しい。はい。
まあ、うちですね、札幌駅前にありますので、札幌大丸がすごい近いんですよね。で、大丸ってもともと関西発祥で、私関西出身なんで、すごい好きなんですよね。だからまあよく行くんですけれども、まあそこの大丸の2階の服屋の T シャツが欲しいっていう文章があったとしますよね。はい。これ、くどいっすよね。くどいというか、なんか、ん?って思いません?まあ何かというと、のがいっぱいあるから、3つあるから。だから、のが2つ以上つなぐとちょっと幼い感じがしちゃうよ、みたいなこと。例えばこういう文章を AI がですね、チェックをしてくれて直してくれると。大丸の2階にある、店服屋の T シャツが欲しい。こういう風に直してくれるのは、すでに多分ワードでもありますし、今後のロボットでもあります。ただですね、これまだ一文単位ですよね。例えば10行の文章がダラダラ続く中で、その人が言いたいことは一体何なのか、で、どの順番で並べ替えればいいのか、またその人の過去の経験を聞いていれば、じゃああなたの何とかの経験はここに文章で入れることができますよ、みたいな。そういったことができるので、実は人間による添削でしか無理なんですよね。はい。特に1対1で話す。1対1だったら、例えばその人のですね、結構プライベートな話もお聞きすることができるんですよね。まあ、当然言いたくない人は言わなくてもいいんですけれども、集団で言えたって多分難しいじゃないですか。大体守秘義務違反っていうのもあったり、まあ、そういう契約も結ばないわけですよね。で、うちの作文教室に来ていただく方には、当然その守秘義務みたいなものの契約書も最初に結びますので、そのあたり安心していただきたいなっていうふうに思うんですよね。だからこそ、1対1で話すからこそ、その人の経験も分かっているから、そういう履歴書に落とし込む方法も分かるし、例えばそれを履歴書に書いた内容で志望理由書どう書けばいいかっていうアドバイスもできると。これなぜかというと、人間による添削があるからですよね。で、こればっかりはですね、実際に添削を受けないと高まらないはずなんですよね。で、特にですね、私の強みとしたら、これリアルタイム、つまり1対1で直接会ってお話しする、あるいはスカイプでお話を聞いた上で文章のアドバイスをするっていうのができるのが私の強みだと思っているんです。これ例えばですね、赤ペン先生っていうものがあったりもしますよね。まあ別に赤ペン先生がダメなわけじゃないんですけれども、例えば通信添削だと送ってくる答案だけに赤ペンを入れて返す。そうすると実はですね、書いてないことは絶対伝わらないわけですよね。だからその人がいくらいい内容かの経験があって、それを小論文に落とし込む。例えば、まあボランティア活動でこういうことをやってる町内のお年寄りの話を聞くという傾聴ボランティアをしていますよと。でもそれを小論文に書いていないと。で、ちょうどそういうですね、そういう経験を入れたらより良くなる小論文だと分かっていても、通常の紙だけによる添削、パソコンで例えば文章上だけの添削だったら、その内容を見た上で書かれたことしかアドバイスできないわけですよね。でも1対1だったら、聞いた内容があったら、あ、ここにですね、あなたのボランティアの経験書いたらいいじゃないですかって入れると、あ、そうですよねって反応がもらえたりすると。まあ、何かというと、1対1であって添削をするのが文章上達の一番のポイントだと思うわけですよね。これは大村浜さんの時代から変わってないわけです。大村浜さんの場合は一人一人の興味関心に応じて、まあ、作文のアドバイスをしていて、あ、そういえばあなたはこういう前、なんか何とかの件で先生に褒められてましたよねと、そのことで作文書いたらみたいなアドバイスもおそらくしていたはずなんですよ。これは1対1ですよね。だ基本的には文章って1対1で添削を受けることで、文章力は上がっていくわけですよね。で、実はこれ心理学の世界でも言われています。大体1対1指導をやると、その場でですね、間違った箇所とか、あ、そこ違うからこうしたらいいよとか、あ、こここうやったらいいよってその場で言えるんですよね。大体1対1だと学習効果上がります。まあなんでかというと1対1だとサボれないと。サボれないし、まあその教える側もですね、そのまま相手のことを見れてその場で言うので、学習効果が上がると。っていうところで1対1、だけでそもそも効果は上がるんですけれども、なおかつ文章添削というものも直接行えるし、プライベートの話も聞けるから、私の塾みたいなところっていうのはすごく大事だと思うんですよね。ただしこれには一つだけ欠点があるんです。コスパが悪いと。何かというとですね、まあ、誰でもできないですよね。文章の塾って。まあ、何かというと、まあ、その辺で例えばその辺にいる人が、じゃあ明日から文章塾やりますかってできるわけじゃないんですよね。ただその人は実力あるかもわからないというところ。だからこれから多分ですね、新学習指導要領の改定もありましたし、また来年度から、小論文であるとか論述記述式の試験が大学入試であるとか高校入試でもより多くなっていくんじゃないかと言われていますが、教えれる人が圧倒的に不足しているのはこの分野なんですよね。だからこそ、まあ私自身もこうやって文章の書き方っていうのを動画でもお伝えしていますが、なんでお伝えすることができるかというと、結局添削受けないと文章力が上がんないからなんですよね。特に小論文も一対一でお伝えしていったり、1対1で添削すればもっと良くなるけれども、それをやらないから結局ダメダメなまま試験当日を受けて、いまいちな結果になっちゃったりする人もいるわけですよね。で、特にこれ学校の先生、公立高校とか私立高校問わずなんですけれども、
まあ、国語の先生がそのまま小論文の添削が必ずしも得意だわけではないんですよね。まあ、私自身は高校の時ですね、まあ、ちょうどベテランの先生再雇用みたいな形ですかね、中川先生っていう人が私の高校にいまして、その人がですね、まあ、めちゃくちゃ文章に詳しくて、しかも論述とかすごくですね、丁寧に小論文を添削してくれる先生がいらっしゃったんですよね。で、私、慶応大学、志望していましたので、その人のところに毎週ぐらいで持って行ってたんです、小論文。で、嫌な顔一つせずに、まあ、あんまり無口な人なんで、あんまり表情も変わんないんですけど、嫌な顔一つせずに、まあ、してたかもしれないんですけど、表情変わんないですからね。症状、嫌な顔一つせずに添削をしてくれて、で、それでですね、赤を入れてもらったやつ見ながら、あ、こう書けばいいんだなっていう、それで私自身小論文の書く力とか今につながる文章力の基礎を学べたなっていうふうに思っています。私未だに忘れられないんですけどね、その人のところに何回目か、もう5、6回目何回目かちょっと忘れましたけれども、小論文持っていた時があったんですよ、中川先生のところに。で、その中川先生がですね、まあ、丸をつけてですね、あ、この人あんま丸つけない人なんですよね、丸をつけて一言面白いって書いて書いてくれたことがあったんですよね。これすごい嬉しかったんですよね。なんというか、なんかすごい評価してもらえたというか、まあ普段科目で何も話さないっていうか、あんま表情変わらない人なんで、内心よくわかんないですけど、なんかすごくいいなって思ったんですよね。なんかその時の嬉しさがやっぱり今もなんか添削をやってる原動力になってるのかなっていうふうな思いがあります。まあ正直な話ですね、まあこの添削っていうのって、この中川先生にとってかなりですね、まあ、時間外労働みたいなところだと思うんですよね。基本的にだって国語の先生って国語の授業だけやってれば別に評価されるんですよ。特に再任用で担任とかやってない場合は国語の授業だけでいいわけですよ。だから完全に休み時間とかに持っていて添削してくれるかどうか、その人の、まあ心の余裕というか、業務量によるというか、あるいはボランティア精神とか、それによってくるわけですよね。で、私自身その中川先生の時間外労働だと思うんですけど、それに大変感謝しているわけですよね。でもやっぱそういったところでですね、私が学んだのは文章で誰かに直してもらう、そして直してもらったことを読み直してもう一回ですね、自分なりに書き直してみるっていうところで高まっていくんだなって、そこで、学ぶことができました。 AI だと実はですね、一文単位の内容は直してくれます。また、このうち AI の能力が上がっていくとですね、まあ、何行もある文章、400字とか600字、1000字の内容も文章構成もした上で返してくるようになるとは思います。ただその人の人生経験とか、その人の強みとか、客観的に見たらその人の喋り方とか特徴とか、そういったところも踏まえて添削してくれるようには多分あと数十年ぐらいなんないんじゃないかなって思ってます。だからこそその点で私のですね、1対1で文章指導の塾というものはまだ存在価値があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まして例えば AI の時代になってくると論理性っていうものは問われるようになってきています。日本の例えば文章指導でどちらかというと情動性、つまり論理的じゃなくて感性とか、はい、なんですかね、伸びやかな心とか、そういったところを大事にする傾向がありました。実は AI の時代にあるそのよりも、むしろ論理的な文章をどれだけ書けるかが求められるわけですよね。仕事でもそうです。情動的な文章を書ける人よりも多分ですね、論理的な文章で分かりやすい文章を書ける人の方が多分採用されていく傾向が強いということですよね。で、私もこちらの方、情動的じゃなくて論理的な文章についてお伝えするというところではかなり実績もありますので、今後もですね、まあ AI の時代になるからこそ添削によって文章を上達させよう、特に1対1の面談による文章添削、こういったところをもっと高めていきたいなというふうに思っているところでございます。まあ、この動画はですね、もともとはですね、藤本さん文章書き方とかお伝えしちゃって本当大丈夫ですかみたいな質問に答えようみたいな意味合いだったんですけれども、まあ、やっているこういうお話をする中でですね、改めて私の仕事の意義も分かってきました。どの方にもですね、おそらく自分では、分かっていないけれど強みっていうのあるわけですよね。あるいは自分ではどうしようもないなと思っていることもあるかもしれません。でもそれをですね、履歴書であるとかエントリーシート、文章の指導、作文とかエッセイとか、そういったものを書くときにどう書いていいかわからない、そういった方もいるわけですよね。で、一文単位で添削してくれるような、仕組みというのは今後ですね、パソコンの中にも入っていくと思いますが、複数の文章、つまり600字、1000字の文章を構成したり、その人の人間性も活かした形でですね、じゃあどうやって直せばいいのかなとか、そういったところまでアドバイスしてくるのは結局人間による一対一の添削しかないんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、そういったところでですね、私の塾が、皆さんのお役に立てればいいなと思いますし、まあ、こういうふうなサービス多分今後伸びていくと思います。だからこそですね、でも伸びていくからといって誰でも教えれるわけじゃないんですよね。だからこそ私自身もこの専門性をさらに磨いていきたいなというふうに思っております。 AI の時代だからこそあえて1対1の人間による添削、これの価値が上がってくるんじゃないかと、そういうふうに思っているわけでございます。
ということでですね、まあぜひ文章、添削してもらうっていうのを大事にしてください。まあうちの塾に限らず多分探せばいろいろと塾はあるはずです。またですね、上司がいい人である、あるいは学校の先生がいい人であった場合、添削してくれることもあるわけですよね。その機会をぜひ本当に積極的に使っていただければいいと思います。で、やり方一つだけポイントがあります。添削されてなんだよみたいに見るんじゃなくて、一回その赤ペン入れられた内容を元にもう一回文章書き直すっていうのをやってみていただければと思います。そうするとどこが直されたか、まだどこが直されていないか一発でわかります。で、その赤入れされた内容でさらに書き直したものをもう一回持って見てきてもらう、見てもらうことができると、よりですね、文章力が高まっていくということですよね。ぜひですね、この内容があなたのお役に立てればと思いますので、よろしくお願いいたします。もっと見たいという方は、チャンネル登録やいいねボタン、またプロフィール欄からメルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございました。また見てください。それでは。